だから本当だったらそんなやってやるならやっぱ中トロ赤身が上なはずだわけよ。色があるのから左上からやっていくからお寿司は。あ、なるほど。赤身があってその次サーモンがあってなんかカニ身があってよくあるでしょ、うん、そういう檻のあれで、うん、そういうのなんていうかも俺は教えたことあるで。ヒントヒント、そういう4文字熟語だよ。なんていうの俺も知らんけど、ウノサタン。え、絶対教わったことない。ウノサタンとかウコサタンっていう。どういう意味？左側が赤いもの、右側が白いもの。あー、紅白饅頭のやつね。はいはい、なんか言ったと。そうそう、縁起がいいっていうのもある。色合いがいいってことだよね、要は、うん、